Nikolai Lyoriff, 1874 to 1947, was a Russian painter, writer, archaeologist, and etc., who in his youth was influenced by a movement in Russian society around the spiritual. Born in St. Petersburg and trained as an artist and lawyer, his main interests were literature, philosophy, archaeology, and especially art. He was nominated several times for the Nobel Peace Prize. Then, as far as I, Hiroshi Hayashi, have verified, Nikolai Ryoliv has never been to Mount Elbrus, or another name of which is Mount Smell, the holiest of holy mountains in Europe. However, he painted a very similar mountain to Mount Elbrus in one of his paintings, which is a very wonderful coincidence. Or is this really just a coincidence? ニコライ・リョーリフは1874年生まれ、1947年没はドイツ系ロシア人の画家です。美術界と放送界で訓練を積んでおり、文学や哲学、考古学に関心を寄せた知識人でもあったそうですが、同時にニコライ・リョーリフは画家としても知られ、レーリヒ家のアジア体験と称してカラクルムからアルタイ山脈を旅し、最終的にはチベット各地を訪れたとされています。そのニコライ・リョーリフはヨーロッパ最高峰青山中の青山、あのエルブラス山、別名シュメール山に大変よく似た山を描いていました。偶然の一致ということになるのでしょうか。それにしても素晴らしい偶然の一致ですね。広瀬林、浜松シティ、ジャパン。ニコライ・リョーリフが描いた絵画です。で、このような山が表現されているわけですけども、この山をですね、左右反転してみました。そして上がですね、映画「猿の惑星」「聖戦記」に出てくる山です。私はこの山をですね、エルブラス山と判断しました。それについてはこの後にといいますか、その動画をつなげておきますから、どうかそちらをご覧になってください。で、比較してみるとですね、大変よく似ているですよね。で、上のエルブラス山と私が判断した山はですね、64% の横縮めをしています。まあ、比較しやすいようにですね、幅を合わせてみたというわけです。で、私この下のニコライ・リョーリフの絵を見た時にですね、同じではないかと判断しました。ではもう一度、検証し直してみます。一番上がですね、これがエルブラスさんの実景といいますか、写真です。やや斜め上空から撮った写真ということになりますけども、で、この中央段がですね、猿の惑星に出てくる、まあ私がエルブラスさんの山と判断した山です。上2つの山はですね、写真を撮る角度が違いますから、その辺りをよく考えしてといいますか、考慮に入れてですね、形を比較していただきたいと思います。で、例えば遠くの山は中段の山の中ではですね、やや低く表現されているというふうに判断しています。で、まあ、つまり猿の惑星の中に出てくるこの山はですね、写真ということになるわけですが、この両者をですね、細かく調べていくとですね、パーフェクトに一致するということですね。で、その上2つの山とですね、ニコライ・リョーリフの描いた山が一致しているということです。で、これはどうしてかということなんですけどもね、偶然の一致ということになるのでしょうかということで、まあこの話はここまでにしておいてですね、猿の惑星生鮮期についての動画をどうかご覧になってください。バイ。The film starts as follows. 2 years after the U.S. military was called to fight off an increasingly intelligent and dangerous tribe of apes, starting a devastating war between the two species, the apes clan, led by the chimpanzee Caesar,are attacked in the woods by a rogue paramilitary faction known as Alpha Omega, led by a mysterious colonel. Alpha Omega has in its service apes called donkeys that had previously followed Koba, a maniacal human-hating bonobo, led a failed coup against Caesar and started a war after leading a vengeful attack against human survivors in San Francisco. Sarの惑星生鮮期の公式のパンフレットのイントロダクションには次のようにあります。ウイルスによる突然変異によって高度な知能を得た猿たちの反乱、人類が築き上げた文明社会の崩壊、猿と人間の戦争の勃発という衝撃的なストーリーを描き、全世界を震撼させた猿の惑星シリーズ。2011年の創世記ジェネシス、2014年の新世紀ライジンに続き、生鮮期グレートウォーと題された最新作では、ついに地球の歴史が塗り替えられ、新たな支配者が決する激動のドラマが壮絶なアクションバトルとともに展開すると、Hiroshi Hayashi浜祭りジャパンで、そのチンパンジーのシーザーがレオナルド・ダ・ヴィンチのいわゆる年老いた時に描かれたとされる自画像の顔にそっくりです。それをまず皆さんに今ご覧いただいています。もう一度最初からご覧いただきます。レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家のいわゆる自画像ということになります。この自画像がいかにしてできたかについては別のところで説明しました。それはともかくも、左のレオナルド・ダ・ヴィンチと右の猿の生鮮期に出てくるシーザーの顔と大変よく似ています。ただシーザーの方は全体を通して大変厳しいきつい顔つきをしています。映画の中でシーザーを見ているとそれがよくわかるわけですけども、一度ダ・ヴィンチの顔を思い浮かべてみると、シーザーは紛れもなくと言いますか、まさしくレオナルド・ダ・ヴィンチの顔であることがわかります。今全体に比較していますけども、基本的な、コンセプトといいますか、私は同じであると判断しました。特にひげの描き方、口の形、そして目ですね。これどう判断したらいいのかということですけども、メイクアップの時にね、ダ・ヴィンチの顔を参考にしたのかということにもなるわけですけども、偶然の一致とは言い難いほどよく似ているということです。知的な表情などですよね。大変映画の中でも知的な猿としてチンパンジーとして描かれています。目も大変よく似ているということです。他にも映画の中ではいろいろな猿が表現されていますけども、その中でもシーザーは一線を画しています。どう画しているかは映画の中で確認してみてください。で、ここからはあくまでも私の推察によるものです。人間がいますね。そして映画の中ではウイルスによる突然変異となっていますけども、人間が猿を改造しました。そして知的な生命体にしたわけです。その一人がシーザーということになります。この流れがですね、塩基が人間を改造して今に見る知的な生命体に人間をしたという流れとよく似ているのではないでしょうか。そしてその上にいるのがアヌ王ということになります。つまり流れが一致しているということですね。で、私林浩は右の流れを左の流れに置き換えたのが猿の惑星ではないかと考えているわけです。あくまでもそう考えているだけです。というのもですね、猿の惑星聖戦記の中では一人の女の子ノヴァが登場します。白人の女の子です。このノヴァはやがて猿たちと共に行動を共にし新天地へ向かいます。この映画のストーリーはですね、実はいつどのようにしてノルディック、つまり白人種がですね人間の世界に混入してきたかということを暗示しているようにも思えます。地球を支配していた神々の間にいつどのような形で白人種、つまり金髪で目が青くて肌が白くて背が高い白人種が混入してきたかという謎についてですね、何かの暗示を与えているように私は考えました。白人種がこの地球で生まれたのは今からたった8000年前です。たったの8000年前ですよ。そして有性遺伝を繰り返して今に見る白人種が生まれたというわけです。そのことをこのノヴァが表現しているのではないのかなというふうに私は考えました。あくまでもそう考えただけです。というのもですね、これが映画のラストシーンに出てくる山です。遠くに山が見えますね。で、この山がですね、いわゆる新天地目的地ということになるんですけども、この山がですね人類発祥の聖山中の聖山と言われているヨーロッパ最高峰のあのエルブラス山に似ているからです。アララート山はその麓にあります。上がエルブラス山です。下が映画に出てくる山です。大変雰囲気が似ているということですね。つまり映画ではですね、エルブラスさんを意識してかどうかは分かりませんけども、このような山をですね、猿たちの最後の新天地として、表現しているということです。以上、私が見た猿の惑星聖戦記ということになります。またそういう視点で見ると、猿の惑星聖戦記も100倍楽しめるのではないでしょうか。ということで今日はこの程度に収めておきます。映画の中に隠された、つまりは秘密の意図ということになるのかもしれません。最後にもう一度、左のシーザーの顔と右のダ・ヴィンチの顔を比較してみてください。これは偶然の一致なのでしょうか。 Bye for now. Since the early beginning days of human history, we humans have been visited by extraterrestrials from outer space, mainly by three people, people from Nibiru, people from Mars, and people most probably from Alcatraz, according to Charles Hall, a scientist who worked with a race of human-like extraterrestrials, so-called the Tall Whites, during a 2-year duty assignment at Nellis Air Force Base from 1965 to 1967. Here in this video, I show you how we humans have been visited by those people, being based on my hypothesis. この動画の中では、私林博の仮説に基づいて、地球の人間がどのように外惑星人たちによって訪問されてきたかを説明します。ニビルからやってきた人々、次に火星からやってきた人々、そしてトール・ホワイトです。ネリス空軍基地で働いていたチャールズ・ホール氏は、そのトール・ホワイトはアルクトゥルス星から来ている、あるいは来ていたのではないかと語っています。Hiroshi Hayashi, 浜祭りジャパン。Wikipedia English writes about Caucasoid as follows. Caucasoid is a name which designates one of the major geographical varieties of human beings, including peoples of Europe, Africa, the Near East, India, etc., who are generally characterized by tall stature, straight or wavy hair, etc., loosely called the white race, although it embraces many peoples of dark skin color. The appellation Caucasian for the grouping was popularized by Johann Friedrich Blumenbach, who named it after the category archetypal skull, a cranium of a woman from Georgia in the Caucasus region. It is widely consented that Caucasoid was born around somewhere between the Black Sea and the Caspian Sea. Caucasoid、つまり白人種は黒海とカスピ海の間のどこかで生まれたと言われています。今日はその謎解きに挑戦してみます。Hiroshi Hayashi、浜松市ジャパン。最近の研究によれば、いわゆる白人種と言われる人種の人たちは、今からたった8000年前にこの地球に生まれたということが分かっています。たったの8000年です。で、その場所はどこかということなんですけども、黒海とカスピ海の間らしいということまで分かってきました。コーカソイドと呼ばれている人々がその人々です。で、そのコーカソイドはですね、今も言いましたように黒海とカスピ海の間でどうやら誕生したらしいということです。で、この辺りを拡大してみます。ちょうど中央あたりが、左側が黒海、そして右がカスピ海ということになります。この赤い丸をつけたあたりでどうやら生まれたということになります。で、皆さんをその場所に案内します。で、黒海とカスピ海ですね。で、この黄色いラインですけども、この黄色いラインはですね、実は UK のサン・アパス・ジャイアントとルンビニをつないだラインです。そしてやや左下にあるのが、言うまでもなく生産中の生産エルブラス山です。ヨーロッパ最高峰の山です。エルブラス山ですね。こういう位置関係にあります。どうやらこの辺りで白人種は生まれたということになります。これがそのエルブラス山です。あのノアの箱舟でよく知られたアララート山はこのエルブラス山の南の側にあります。で、なぜサン・アッバスの巨人なのかということを簡単に説明しておきます。この黄色いライン、右下から左上に伸びている黄色いラインはルンビニから引いてきたラインですけども、このラインはこの部分と正確に重なります。つまりこのサン・アッバスの巨人は正確にルンビニの方向を示しているということになります。そして一方、ルンビニ、つまり仏教のメッカであるルンビニですけども、このルンビニのこのランドマークに注意してください。左上から引いてきた黄色いラインが UK のサン・アッパス・ジャイアントから引いてきたラインです。そしてこのランドマークの横線に注意してください。西、つまり左の方に行きますと正確にメカカーバを示し、右、つまり東の方に行きますと正確にイースター島へとつながっています。寸分の狂いもなくつながっていますから、皆さんもぜひ試してみてください。そしてこのメカカーバのラインと UK のサンアパスジャイアントのラインの間の角度はほぼ 45.00 になっています。つまり偶然ではありえない位置関係ということになっていますが、ではその黄色いライン上に何があるか、このラインを追いかけてみます。右の方に見えるのがカスピ海です。左の方がエルブラス山ということになるわけですけども、このラインをですね UK のサンアッバス巨人の方に向かって進んでみます。で、何か遺跡らしいものがあるのかなと思いまして、追っかけてみましたが、何もないようですね。それらしいものがあればビンゴということになるわけですけども、どうやら白人種はですね、この辺りで生まれて、そしてヨーロッパ全域に広がっていったということになります。そしてその白人種もですね、いろんな白人種に分類されるということです。やがて前方に見えてきたのが黒海です。黒海の北端ということになりますね。で、この辺りでどうやら白人種は生まれたということになっています。で、位置が正確には特定できませんけども、私林宏はこの黄色いラインはその場所を示していると判断しています。黒海が見えてきました。で、この辺りで白人種は生まれたということですけども、特に目立った遺跡のようなものは見つかりませんでした。で、結論ということになりますが、ここで重要なことは、白人種、いわゆるホワイトレースと呼ばれている人たちがエルブラス山の北側、黒海とカスピ海のどうやらその間あたりで生まれたらしいという事実です。その事実と今まで私が調べてきたいろいろな事実と重ね合わせてみますと、いわゆる神々の歴史といいますか、神々の謎を解くことができるのではないかと考えています。古代においてどうやら私たちが神々と呼ぶエイリアンはこの辺りで人間を品種改良したということになるのではないでしょうか。と同時に他のですね、世界各地の謎とも深くこの場所は結びついているということになります。Bye for now. The film starts as follows. 2 years after the U.S. military was called to fight off an increasingly intelligent and dangerous tribe of apes, starting a devastating war between the two species, the apes clan, led by the chimpanzee Caesar, are attacked in the woods by a rogue paramilitary faction known as Alpha Omega, led by a mysterious colonel. Alpha Omega has in its service apes called donkeys that had previously followed Koba, a maniacal human-hating bonobo, led a failed coup against Caesar and started a war after leading a vengeful attack against human survivors in San Francisco.猿の惑星聖戦記の公式のパンフレットのイントロダクションには次のようにあります。ウイルスによる突然変異によって高度な知能を得た猿たちの反乱、人類が築き上げた文明社会の崩壊、猿と人間の戦争の勃発という衝撃的なストーリーを描き、全世界を震撼させた猿の惑星シリーズ。2011年の創世記、ジェネシス、2014年の新世紀、ライジンに続き、聖戦記、グレートウォーと題された最新作では、ついに地球の歴史が塗り替えられ、新たな支配者が決する激動のドラマが壮絶なアクションバトルとともに展開すると、Hiroshi Hayashi Hamamatsu Japan で、そのチンパンジーのシーザーがレオナルド・ダ・ヴィンチのいわゆる年老いた時に描かれたとされる自画像の顔にそっくりです。それをまず皆さんに今ご覧いただいています。もう一度最初からご覧いただきます。レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家のいわゆる自画像ということになります。この自画像がいかにしてできたかについては別のところで説明しました。それはともかくも、左のレオナルド・ダ・ヴィンチと右の猿の聖戦記に出てくるシーザーの顔と大変よく似ています。ただシーザーの方は全体を通して大変厳しいきつい顔つきをしています。映画の中でシーザーを見ているとそれがよくわかるわけですけども、一度ダ・ヴィンチの顔を思い浮かべてみると、シーザーは紛れもなくといいますか、まさしくレオナルド・ダ・ヴィンチの顔であることがわかります。今全体に比較していますけども、基本的な、コンセプトといいますか、私は同じであると判断しました。特にひげの描き方、口の形、そして目ですね。これをどう判断したらいいのかということですけども、メイクアップの時にね、ダ・ヴィンチの顔を参考にしたのかということにもなるわけですけども、偶然の一致とは言い難いほどよく似ているということです。知的な表情などですよね。大変映画の中でも知的な猿としてチンパンジーとして描かれています。目も大変よく似ているということです。他にも映画の中ではいろいろな猿が表現されていますけども、その中でもシーザーは一線を画しています。どう画しているかは映画の中で確認してみてください。で、ここからはあくまでも私の推察によるものです。人間がいますね。そして映画の中ではウイルスによる突然変異となっていますけども、人間が猿を改造しました。そして知的な生命体にしたわけです。その一人がシーザーということになります。この流れがですね、塩基が人間を改造して今に見る知的な生命体に人間をしたという流れとよく似ているのではないでしょうか。そしてその上にいるのがアヌ王ということになります。つまり流れが一致しているということですね。で、私、林弘は右の流れを左の流れに置き換えたのが猿の惑星ではないかと考えているわけです。あくまでもそう考えているだけです。というのもですね、猿の惑星聖戦記の中では一人の女の子ノヴァが登場します。白人の女の子です。このノヴァはやがて猿たちと共に行動を共にし、新天地へ向かいます。この映画のストーリーはですね、実はいつどのようにしてノルディック、つまり白人種がですね、人間の世界に混入してきたかということを暗示しているようにも思えます。地球を支配していた神々の間にいつどのような形で白人種、つまり金髪で目が青くて肌が白くて背が高い白人種が混入してきたかという謎についてですね、何かの暗示を与えているように私は考えました。白人種がこの地球で生まれたのは今からたった8000年前です。たったの8000年前ですよ。そして優生遺伝を繰り返して今に見る白人種が生まれたというわけです。そのことをこのノヴァが表現しているのではないのかなというふうに私は考えました。あくまでもそう考えただけです。というのもですね、これが映画のラストシーンに出てくる山です。遠くに山が見えますね。で、この山がですね、いわゆる新天地、目的地ということになるんですけども、この山がですね、人類発祥の聖山中の聖山と言われているヨーロッパ最高峰のあのエルブラス山に似ているからです。アララート山はその麓にあります。上がエルブラス山です。下が映画に出てくる山です。大変雰囲気が似ているということですね。つまり映画ではですね、エルブラスさんを意識してかどうかは分かりませんけども、このような山をですね、猿たちの最後の新天地として表現しているということです。以上、私が見た猿の惑星聖戦記ということになります。またそういう視点で見ると猿の惑星聖戦記も100倍楽しめるのではないでしょうか。ということで今日はこの程度に収めておきます。映画の中に隠された、つまりは秘密の意図ということになるのかもしれません。最後にもう一度左のシーザーの顔と右のダ・ヴィンチの顔を比較してみてください。これは偶然の一致なのでしょうか。